です。今日グアムから帰国してきたので、早速なんですけれどもグアムの購入品を紹介したいと思います。それでは早速行ってみましょう。まずはじめは名古屋の免税店で購入したものですね。まず消耗品が2つあります。1つ目はこちら、シュウエムラの五角形スポンジです。これはもういつも海外行くたびに買ってるのでご存知の方も多いと思うんですけども、今回も購入しました。そしてもう1つはこちら、クリニークのデオドラントで、これもずっと大好きで、もう3、4本目ぐらいですね。これも消耗品でいつも免税店で買っているものになります。そしてあと2つはロクシタンからなんですけれども、まずはこちらロクシタンのハンドクリームのなんだこれは、よくわからない香りです。リミテッドだと思うんですけど、お花の香りがした、はい、ハンドクリームになります。ロクシタンはもうずっと長いこと愛用しているハンドクリームで、今使っているものがなくなりそうなので買い足しておきました。そしてラストがこちら、ロクシタンのミルククレンジングになります。最近すごくミルクにハマっていて、でももうなんだろう、ずっとオイル派だったんですけども、オイルだとちょっと最近肌負担があるかなと思って、少しずつミルクにシフトしようかなと思って、いろいろなものを試してるんですけれども、こちらはすごくアットコスメでも評価が良かったですし、そうですね、まあ皆さんのコメントも結構良かったので、ちょっと気になって買ってみました。そんな感じのミルククレンジングです。あ、もう一つありました。もう一つはこちら、ディオールのネイルの551アドベンチャーという、とっても綺麗なコーラルピンクカラーです。私の好きな MAC の、 リミテッドエディションだったリップの、落ち見島とすごく似てて、春夏に映える色かなと思いました。2月にセブンに行くので、まあ、その時に、つけていきたいなと思って、今回はこちらを購入しました。次は、グアムの免税店で買ったものです。まずはこちら MAC のフィックスプラスになります。本当はこのミニサイズを購入したかったんですけれども、ミニが売り切れだったので、まあ、フルサイズを買ってみました。アイシャドウをつける前に、ブラシに吹きかけると発色が良くなったりだとか、メイクの前後にこれを顔にシュッ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 するとメイク持ちも良くなるとか、もう本当にいろんな用途がある、化粧水らしいので、すごくずっと気になっていたので、今回やっと購入してみました。早く使ってみるのが楽しみな一本になります。実は MAC でなんだ、ベルベットテリーっていう本当はリップを購入したかったんですけども、なかったんですよ、免税店で。売り切れだったので今回は購入してません。よくよく考えれば免税価格じゃなくてもいいから、マイクロネシアモールの MAC で買えばよかったなと思うんですけど、思いついたのは帰りの飛行機の中でしたそんな感じです。そして免税店もう一つがこちら、大好きなヘレナルビンスタイラッシュクイーンフェリンブラックの黒になります。これ本当に大好きなマスカラなんですけれども、これ の, セットが出ておりまして、アイメイクリムーバーのハーフサイズ と,、アイクリームのミニサイズがついて、これと同じ値段っていう、とってもお手頃なセットが出ていたので、こちらを購入しました。本当にこのマスカラ超いいので、ボリューム派の皆様はぜひチェックしてみてください。次はグアムのローカルのストアで買ったものになります。まずはこちら、カバーガールのクランプクラッシャーになりますのブラックですね。これはまあすごくずっと今まで気になっていたんですけれども、なかなか買ってなくてですね、やっと購入してみました。なんだろう、ボリュームはそこまで出ない気がします。ボリュームだったらオレンジのなんだ、あればラッシュブラストとか、あとは全然ヘレの方が出ますし、私の好きな YSL のマスカラだったり、あとメイベリンのザロケットの方がボリュームは出ると思います。なんだろう、まあ、総合的に程よくカールもしてくれて、適度なボリュームも出してくれて、適度に長さを出してくれる感じですね。なんか私が好きなドラマチックなマスカラでは今のところない感じがします。まあだんだんフォーミュラが変わってくるとどうかは分かりませんけど、まあ今のところはまあまあかなっていう感じです。そしてもう一つはこちら、ネイルポリッシュリムーバーです。ブルジョワみたいに中にこうスポンジがあって穴があってキュキュってやるタイプなんですけれども、ブルジョワと違って液がすっごく入ってるので、こぼれます、液が。その代わりすっごく取れがいいです。もうツルーンって取れるので、なかなか良かったです。まあ、そんな感じでこちらを買ってみました。もう一つはこちら、サリーハンセンのネイルグローミラークルセラムという爪を伸ばしてくれる美容液になります。なんかゴールドだし伸びそうだし、とりあえず買ってみようかなと思って購入してみました。そして次はこちら、サマーイブというデリケートゾーンの専用の石鹸ソープになります。初めてこのブランドを使うんですけれども、まあ、以前から知ってたし、ちょっと別のも試してみようかなと思って今回はこちらを購入してみました。はい、そんな感じです。
そしてコスメ品最後がじゃじゃじゃん、こちら50 Shades of Grey の OPI のリミテッドエディションのネイルセットになります。もう見てください、超かっこいい。私も50 Shades of Grey の映画すっごく楽しみにしてて、本もあの日本語バージョンと英語バージョン両方も読破してるんですけれども、まあちょっとね過激なところもあるんですが、グレー様のかっこよさにはかなわないと思って見つけた瞬間即購入しました。今だとマイクロネシアモールのナチュラルというお店にしか確か売ってなかったと思います。インディビジュアルタイプの大きいのもあるんですけども、私は全部すごく色が気に入ったのでセットで買ってみました。そんな感じの50 Shades of Grey の OPI ネイルでした。そしてあとはこちら、あのいつも買ってるんですけど、いつも持ってくの忘れちゃうプルメリアのヘアクリップ、はいとりあえず今日つけとこう。そんな感じのも購入したりとか、あとはこれナチュラルライフっていうブランド、すごく可愛いこうクォーツっていうか言葉とかが書いてあるタンブラーだったり、小物入れだったりカバンだったりが売ってるブランドなんですけれども、そこの大きいタンブラーを買いました。結構大きいです。でもこれでね15ドルなので結構お値打ち価格だと思います。あとは食べ物4連チャン、まずはスパムの1枚シングルタイプと、なぜかフィリピンブランドセブンディーのマンゴーのドライマンゴーです。食べたくなっちゃって買いました。あとはいつも通り大好きなマンゴーケーキ、そしてもう一つはココナッツワッフルズ with チョコレートトリプル O というとっても主食で食べたら美味しかったよくわからないクッキーみたいなビスケットみたいのも買いました。そしてあとはカードを何枚か買いました。誕生日カードだったりサンキューカードだったり、まあいろんなカードをちょっと買っておきました。やっぱ海外は種類も多いし、あの安いし本当に可愛いものが多いので、で私基本的にカードを送る相手が海外の方が多いので、まあ、英語っていうのもあり、はい、カードを大量買いしてきました。そしてラストが今私がつけてるこのスターフィッシュのなんだピアスと、この超可愛いスターフィッシュのネックレスを買ってきました。本当に私大好きで、人手が部屋にも飾ってあったりとかするんですけれども、もうこれを見た瞬間ちょっと高かったんですけど買わずにはいられなくて買ってしまいました。まあ、そんな感じが今回のグアムの購入品になります。皆様の参考になれば嬉しいです。まあね、もう結構何回も言ってるのでそんなに新しいものは買ってないと思うんですけど、まあ、それでもなかなか楽しめた旅でした。また今年ももう 1,2 回は行く予定なので楽しみに、はい、したいと思います。まあ、そんな感じでまた次回の更新で会いましょう。バイバイ。